ZK-383 は1937年にチェコスロバキアで開発された短期艦銃である。ZK-383 を使用するブルガリア軍の兵士チェコスロバキアのブルーの国営工場の銃技士であるカウッキー兄弟により設計された短期艦銃である。ZK-383 は1937年から ブルーの国営工場などで量産が開始され、チェコ陸軍の他にも、ブルガリアやベネズエラ、一部は、ドイツ軍などにも供給されている。その後ナチスドイツにより、チェコスロバキアが併合されると、ZK-383 は MP383 と命名され、武装新兵隊専用火器として1948年まで製造された。その後、 ZK-383 は第二次世界大戦後の1960年頃までバルカン半島の国々などで使用された。ZK-383 は短期艦銃としては珍しく重心飛刀の下側に折りたたみ式二脚が装着されており、銃剣の装着も可能であった。重心飛刀の先端にあるロック機構を操作することで、 重心を容易に着脱することができる。こうした設計は分体支援火器として運用するという初期の構想に由来する。弾薬には QX19mm パラベラム弾が使用され、30発の箱型弾倉を機関部左横から装填し、機関部右横に空薬莢を排出する方式をとっている。射撃モードとして単車と連射を選択できる。 セレクターレバーを単車と連車の中間位置にすると、レバー軸を抜き出して、銃を中折れ式に分解することができた。安全装置は、セレクターレバーとは別に設けられ、引き金の上側に配置されたクロスボルト形状であった。遊程内にあるウェイトを着脱することにより、連車速度の調節が可能で、ウェイトがある状態で約500発、分、ウェイトを除去した状態では、 約700発、踏んであった。リコイルスプリングは、重傷の中に配置されており、装備板を外すと後方へ抜き取ることができる。重傷の中のスペースには、手入れ用具も収納できる。重心交換機能と2脚を廃止した簡易型として、警察向けの ZK-383P、また戦後に、ZK-383H が製造された。 ZK-383H の断層は銃の下側から装填され持ち運びの利便のために装填状態で前方に折りたたむことができた。ありがとうございます。